大森高尾、大森高尾、大森高尾、1969年10月16日大は、日本の男性プロレスラー。東京都世田谷区出身。保全高等学校、情勢大学卒業。全日本プロレス所属。オールジャパンプロレスリング株式会社取締役。幼少時よりプロレス好きで、プロレスラーになれずとも、 プロレスに関わる仕事をしたいという夢を抱いていた。女西大学時代は、アメリカンフットボールの選手として活躍。アニマル、浜口ジムで体を鍛えた後、全日本プロレスに入団する。端正な顔立ちで、かつ恵まれた体格をしていたが、入門後はなかなか芽が出ず、人の良すぎる性格もあり、伸び悩み、苦しい日々が続いた。 一時は、秋山ひとしとのタッグで、アジアタッグ王座を獲得、防衛回数歴代2位、スタン・ハンセンからパートナーとして指名されるなど、徐々に力をつけていった。ババが、ビンス・マクマホンから、選手貸し出しの依頼を受けた際に、大森が指名され、1996年、WWF、後の WWE の、ロイヤル・ランブルにて、ランブル戦に参戦したこともある。 出場順番は11人目。1999年、アックスボンバーを必殺技とすると上昇のきっかけをつかむ。また、同時期、なかなか王道をプロレスに馴染めないでいた、高山義弘とのタッグを結成すると、双方の伸び悩みの種だった、荒さが良い方に回転し始め、吹っ切れたように派手な、ぎこちないアピールを繰り返し、 今までの全日本になかった異色のタックとして頭角を表す。そして、ノーフィアというチーム名を名乗り始めた直後、早ヤブサ、荒崎人生組からアジアタック王座を獲得したのに続き、ジョニーエースバートガン組をも破る世界タック選手権王座も獲得。全日本プロレスが管理するタックのベルトを同時に保持するという史上初の快挙を演じた。 2000年には、チャンピオンカーニバルのトーナメント第1回戦で、その1ヶ月前シングルで三沢越を果たし、優勝候補に挙げられていた秋山と対戦し、入場時を襲いわずか7秒を、ゴングの鳴る前を加えると、約30秒で下すという伝説的勝利を挙げる。準決勝でも、スティーブ・ウィリアムスが試合前のロープチェックをしている時に、アックスボンバで奇襲。 激怒した、ウィリアムズの激しい場外戦も切り抜け、アックスボンバーで沈め決勝進出を果たし、日本武道館のメインのシングル戦に挑む。決勝では、小橋健太に敗れ準優勝に終わるが、三沢光春率いる、新生全日本の象徴となる活躍を見せた。8月、三沢らと共に新設された、プロレスリングの愛遺跡。2001年12月には、高山とのタッグで、 GHC タッグ王座を獲得するも、初防衛戦で敗退。以降、高山との方向性の違いも表面化し、アバヨの言葉を残して、タッグチームを解消した。2002年6月に、ノア所属のママと米へ。まずは、ノア役員であるハーリーレースのもとに預けられ、アメリカマットを転戦した。 7月10日には、旗揚げしたばかりだったティネの PPV 大会に参戦。遠征第一戦目でいきなり時の無用じ剣、シャムロックの王座への挑戦者に抜擢されると互角に渡り合い、強烈なインパクトを残した。その後は、初のシングルタイトルも獲得し2003年2月に帰国。当初は、ノア所属のままの予定だったが、ここでノアを退団。このミサワは、 大森が今後、ノアのマットに上がることはないと断言した。2003年3月1日に旗揚げ予定の、新団体、WJ プロレスへの参戦を明らかにした。WJ プロレスでは、腰中四郎とタッグチーム、レーバーユニオンを結成して活躍。天竜玄一郎、超収力の2巨頭からシングルで、ピンホールを奪う実績を作った。2004年2月には、 エ中チュと二人でゼロワンに乗り込み、2002年プロレス大賞、最優秀タッグのエンブレンム、大谷慎二郎田中進ス組と対戦。エンブレン夢から、ムインターコンチネンタルタッグ王座を奪取し、最多防衛記録も樹立した。この間、全日本プロレスに移籍した、武藤慶二とも二度戦い、共に敗れている。一戦目は、ワンマット、二戦目は、 チャンピオンカーニバルで、エプロンから場外への弾劾式、アックスギロチンドライバーなどで、あと一歩まで追い詰めるが、一瞬の隙を突かれ、フランケンシュタイナーで破れる。その後も01には、継続参戦し、日祭りで準優勝。01マックスの旗揚げには、所属選手として参加。旗揚げ戦では、ジャンボ鶴田とマサ斎藤に次ぐ。 日本人3人目のアワ世界ヘビー級王座を獲得。2005年11月には若手育成を目的したユニット、アックス・ボンバーズを結成。指導者、リーダーとしての一面も見せている。2006年1月4日の東京ドーム大会で、新日本プロレスに、初参戦。越中素人とのタッグで、蝶野正弘天山広吉組の持ついいわグップ、タッグ王座に挑戦した。 2006年4月1日、靖国神社相撲場で行われた、王谷慎次郎との一戦に勝利し、サイドアは世界ヘビー級王座を獲得した。2006年5月31日の6人、タッグ、後楽園で新日本プロレスの中西学ぶと2度目の対戦。これを契機に越境タッグを結成した。結成後の初戦、6月24日、リファ。 有明大会でのインターコンチネンタタッグに挑戦し、王座を獲得。2戦目、7月17日札幌月サム大会には、新日本マットで、イーワグップタッグ暫定王座のダッシュに成功した。9月20日付で、長野天山組の持つ、第48代イーワグップタッグ王座は剥奪され、同日付で正式に、第49代イーワグップタッグ王者となった。これにより、大森は、 史上初の4大タック、世界タック E ワグップタック GHC タックウィタック、制覇を達成。なお、3大メジャーのタックを制覇したのは、ベーラー、高山義弘、永田博史に続き4人目である。タックチーム名は、ワイルドチャイルドとされた。9月22日後楽園で、村上和成とシングルで対戦、ラフファイトで応戦したものの松永光弘の乱入も、 あって、大流血、敗北した。12月27日後楽園では、かつてのタッグパートナーである、高山義弘の襲撃を受けた、試合は、ノーコンテスト。2007年3月、ムインターコンチネンタルタッグをかけて、タイトル戦を行い、大森、中西 VS 鉱山、佐藤康平、佐藤からホールを取られタイトルを失う。 4日後には E1 グップタック戦を新日本で行うも中西がホールを取られる。2007年10月、田中正人と阿波、ヘビー級王座をかけて防衛戦を行った。激闘の末に田中のスライディング D でホール負け、タイトルを失った。2008年1月1日に試合中の仲間割れから中西とのタック、ワイルドチャイルドを解散。3月2日にはついに、 中西とのシングル初対決が実現。これに勝利して、ゼロ一マックスの意地を見せた。7月23日に開幕した日祭りでは、B ブロックに配属され、ライバルである中西を、激派、さらに復帰後、約1年にわたって、腐敗街道を爆心していた田中にも突きつけて、田中、中西と共に、同ブロック首位に。しかし8月3日、 日祭り最終戦での決勝戦進出をかけた3、ウェイタックでは田中の頭脳プレーに敗れ、決勝進出はならなかった。2008年8月26日、一心上の都合により8月末日をもって0-1マックス対談を発表。一時休業することを表明した。8月30日、後楽園ホールでの新日本プロレスプレミアムで、長野正宏と対戦。 終始ペースを握り、場外でアックスボンバーを放ち、長野をノックアウトするが、試合は30分時間切れの引き分けに終わった。2009年3月15日、新日本プロレス後楽園、ホール大会のセミファイナル6人タッグ戦終了後に、突如出現し、休業以来続いていた沈黙を破る。かつての名優のリング上の中西に握手を求め、 再び共闘することをアピールした。8月には G1 クライマックスに出場。イーワグップ王者の棚橋博史に勝利する活躍を見せた。2010年1月20日、妻が女将として働く実家の旅館を手伝うため、石川県金沢市に拠点を移し、旅館業権レスラーとして活動することを発表。2010年9月、離婚し拠点を東京に移す。 2010年11月15日のスマッシュの記者会見で本格的に復帰すると宣言した。2011年3月より古巣の全日本プロレスに参戦。太陽ケアをパートナーにし、世界トッグ選手権に挑戦した。同年4月、7年ぶりにチャンピオンカーニバルに出場。7月、ケアとのタッグで再び世界トッグ選手権に挑戦した。 2011年7月18日、後楽園大会において、ケンソと WJ 時代以来となる一騎打ちを果たし、アックスボンバーに連発で勝利を収めた。2011年8月27日に行われた、オールトゥゲザー東日本大震災復興支援、チャリティープロレスに出場。高山義弘とタッグを組み、ノーフィアーの再結成となったほか。 対戦相手の秋山ひとしとの再会も注目を集めた。試合は大森が佐々木健介にホールを取られ敗戦。試合後のインタビューでノーフィアーの今後の再結成について質問されると大森はファンがなら実現すると再結成に前向きな姿勢を示した。2011年11月19日、ソヤ学とのタッグチームゲットワイルドを結成した。 2012年1月2日、後楽園ホール大会にて観客ジャッジを行い、90%以上の支持率を集め入団に合格。2月1日付で正式再入団することが発表された。2月3日、後楽園ホールで秋山ひとしとの三冠戦に挑み、敗れるが、その日のうちにゲットワイルドとして世界タック王座への挑戦を、蘇谷学と共に表明した。 3月4日、同じく名乗りを上げたケンソとカズハヤシのチームビチッとを破り、挑戦権を獲得。3月20日、両国国技館でダークオーズ、ダーククエルボ組とのタイトル戦に勝利し、第61代世界タッグ王者になった。初防衛戦にて世界タッグをサナダやジョードーリング組に奪われるものの、すぐに取り返した。2013年、 無党らの脱退に伴う、全日本プロレスの分裂に際し、大森は、残留を表明。なお、負傷欠場中のソヤも、当初は残留の意向だったが、12月31日付で、対談の後、翌年レッセルマイナス1に入団しため、ゲットワイルドも、分裂状態となった。2014年4月27日、チャンピオンカーニバルの優勝決定戦において、長年のライバルである。 秋山ひとしと対戦し、激闘のスエスライディング式、アックスボンバーで勝利。悲願のチャンピオンカーニバル初優勝を成し遂げた。試合後、明けぼのの持つ三冠ヘビー級王座挑戦に名乗りを上げた。あ、6月15日に、明けぼのの王座返上によって行われた三冠ヘビー級王座決定戦で、秋山ひとしを破り王座大冠を果たした。6月28日、 秋山と組んで、スワマ、ジョー・ドーリング組の持つ世界タック王座に挑戦し、ドーリングをスライディング式、アックスボンバーで破り王座を奪取した。これで三冠ヘビー級王座と合わせて五冠王となった。しかし、その22時間後の29日には、スワマに敗れ、三冠ヘビー級王座から陥落した。2016年1月1日、全日本プロレスの取締役就任。 同年春頃にアックスボンバーズを再結成。また、欠場中のソヤより復帰戦の相手に団体の垣根を越えて指名され、対決を経て結託。11月27日の全日本プロレス両国大会にて、ゲットワイルドが約3年8ヶ月ぶりに再結成された。その年の世界最強タッグ決定リーグ戦には、ゲットワイルドで参戦し、 史上3組目となる全勝優勝を成し遂げた。2017年10月21日、横浜文化体育館にて、秋山ひとしと共に、デビュー25周年記念大会が開催。世界タック王座決定戦を、関本大輔伊藤隆二と争い勝利、自身7回目となる世界タック王座を体感した。内田のプロレスラービダンシでは、 ノーブルな正当派美男子と評され、こういったコラムを書くときには彼を初回に書くつもりだった、と言わしめるほどの美系レスラーでもある。ゼロ一マックス中継実況の塩の順次からは、和製、ヘラクレスと形容される。趣味は釣りで、東京中日スポーツにて不定期連載あり。プライベートでは同じく釣り好きの田上明と仲がいい。また読書も、趣味で、ジャンイコールポールサルトル。 王と、武者の孔子サネやツなどを愛読している。阿波王座への挑戦に伴う、阿波紳士マニュアル巡視規定に、眼下されて以来、プロレスラーは紳士であれがもっと、公式の場では必ずスーツを着用していた。また、ファンとの交流でも、サインを求める子供たちに、笑顔で応じる場面が目撃されるなど、ギミックではない大森本人の紳士ぶりが伺える。一方で、 新日本プロレス初参戦の E1 グップタグ戦で敗れると悔しさのあまりトロフィーを破壊しファンからのブーイングを浴びるとともに実況からも大森は非常に紳士的な選手だと思っているのですが今まで見たこともないようなひどい行為と言われるなど感情的な一面もある東洋水産のカップ麺デカマルが大森製の人を集めるキャンペーンを実施した際スタッフに勝手に 一般応募され、当選。イベントでは前日のタッグオーザベルトとカンニングペーパーを手に参加した。その後、投資決定選挙を勝ち抜き、デカ・マルトを投手に就任している。2002年に結婚した元妻、2010年離婚とは、長谷博氏の選挙応援の際に知り合っている。映画、一人負けに出演した際には、オカマの借金取り役となり、 演技力の高さも披露した。その後も映画、ジェネラル・ルージュの外旋、ヤッターマンなどに出演している。経営難に陥っていた WJ プロレスの新社長に担がれた宮崎光卿の話によると、他の選手は金の最速の話ばかりだったが、大森だけは親身になって相談に乗ってくれたという。2017年の専門誌では、 他団体の全日本参戦選手が全日本のスタイルを理解していると分析。その上で自身も若い時に先輩や外国人選手の試合を全日本で見たことが財産になっており、それが全日本らしさだと語っている。前述のように大森は多くのプロレス団体の旗揚げ戦に参戦している。ファイティング TV 侍が名付けた大森の一連のシングルマッチ。 特にエンターテイメント系選手との対戦の故障。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。